地上との友愛を求めて。どうして、私はあなたなのにどうして邪魔するの。違う、私はあなたじゃない。私はこんなことしようなんて思っていない。何も思わなかったなんて嘘。何も感じなかったなんてただの強がり。だってそうじゃなかったら私が生まれるはずない。私はただの指輪だった。セフィラを宿すだけの単なるアンティークだった。それをあなたが変えたんです。あなたの思いが私を合図にした。私をはめてもらった時、あなたは泣いていたんですよ。驚いて、でも嬉しくて、あなたは救われていた。あなたはあの時、元気なんかじゃなくて、ただの女の子だった。あなたは本当は、剣なんて取りたくなかったんでしょう。英雄がいなきゃ合図はダメなの。誰にも奪わせちゃダメ。だから恨んだでしょ、憎んだでしょ。私たちと約束したベルを奪おうとするあのモンスターを。あのビーブルを見てずるいって、確かにそう思った。それなら、でも私はベルを縛ろうとは思わない。ベルは約束を破ったりしないから。もし誰かの英雄になってもきっと私を助けに来てくれるよ。だってベルはベルだから。あなたは私なのかもしれない。あなたの方が私の裸の心に近いのかもしれない。でも今のあなたは英雄を殺そうとしてる怪物に見える。私が怪物？ベルを殺そうとしている。そう、英雄を暗い迷宮に閉じ込めて貪って殺す、アシュフィリア。だから私は、私を止める。うわ、うるさいうるさいうるさい。私はアイス、あなたは私、でもあなたはいらない。私だけがベルの花嫁になる。そんなことさせない。気をつけろ、サラマンダーウール。ガス、動け。誰かに助けてほしかった。私だけの英雄がいてほしかった。でも彼は優しくていろんなものを助けてしまう。たとえそれが人でなかったとしても。リル・ラファーガ！アイズ、やったのか？アイズさん！あなたを
放っておくことはできない。今ここで待ってください。アイズさん、そのアイズさんを切らないでください。ベル、どうして？朦朧としてましたけど、話は聞いてました。君は僕たちが作った指輪なんだよね。そうです。あなたが会津に送ったリング、会津になる前から思いを宿していたガラクタ。ねえベル、私だけのものになってくれませんか？あなたも私を。ごめん。僕の全部を君にあげることはできない。君が言っていた通り、助けなきゃいけない、守らなきゃいけないものが増えたから。だからその代わりに僕の左指をあげる。おい、ベル！何言ってるんだ？シド、大丈夫。けじめとか、そういうんじゃなくて、僕が約束しないといけないことだから。君と一緒に、アイズさんに言った約束を破らないように、この左指をあげる。誰かに助けてほしかった。私だけの英雄がいて欲しかった。でも彼は優しくて、いろんなものを助けてしまう。たとえそれが人でなかったとしても、それが私であっても。それは薬指？仕方ないな。あいつさん、左指はいりません今は。でも予約済みです。いつか私とつがいの指輪をはめてもらいますから。するよ。うん、破ったらまた出てきちゃいますからね。まったく拍子抜けですわね。くるみ、まだやるつもりか？道を開けてくださいまし、トーカさん。主人の気が済んだ以上、私もことを構える気はございません。くるみ、とんだ茶番。
けれど花嫁が救われたハッピーエンドですわ。よかったですわね、アイズさん。その醜くも美しい思いが報われることを願っていますわ。くるみ、ありがとう。ここからは私のお詫び。これは霊力が。私の残ってる力全部あげる。これで元の世界に帰れる。元の世界であなたの願いが叶えられることを私も祈っています。まったく、やっぱり飛んだ道化でしたわね、あなたも私も。うん、さよなら。元気でね、くるみ。いい結果ね。この調子で精進するといいわ。力は感じない。うむ、終わったのだな。本当にどうなることかと思ったよ。けどベル、一つ聞いてもいいか。え、何？お前、左手の薬指に指輪をはめる意味知ってるのか？アイズさんが言ってた誓いを守るって意味じゃないの？やっぱり知らなかったのかよ！いや、それともこっちの世界では違うのか？ベルさんは大物になりますわね。うむ、シローと一緒だな。俺も？ごめん、頭がまだぼーっとしてて。ベル、そのごめんなさい。アイズさん、どうして謝るんですか？私がいろんなことを思ったせいでベルをみんなを巻き込んだから。誰かに助けてほしいって思うのは変なことじゃないって思います。僕もおじいちゃんがいなくなった時、誰かが英雄が助けに来てくれたらってずっとそう思っていました。だから大丈夫。ベル！眠ってるだけだ。影の中に閉じ込められて消耗してたんだろう。それよりベルを連れて戻ろう。指輪の合図がいなくなってこの世界もなんだかヤバそうだ。ああ、出口はこっちだぞ。あ、帰ってきた。もうタイミングいいんだか悪いんだか。今ちょうど私たち殴り込みに行こうとしてたんだから、アイズさんもクルミもボコボコにして泣かせてやろうと。あら、何かおっしゃいまして、ニアさん。って、うわー！クルミも一緒にいる！お助け！
悪い悪い、こっちもいろいろあってさ。でも全部解決してきた。そうみたいですね。ベルさんも無事でよかったです。ならばあとはムクたちの世界に帰るだけじゃな。と言っても帰還の方法などさっぱりじゃが。うわ、なになになに、見てください、足元にヒビが。それに空の色もおかしくなってます。まさかアシュフィリアが暴走している。どういうことですか。この空間は大量のモンスターから集めた膨大な魔力で形成されていますわ。つまりこの幻想自体が独立した世界。そしてわずかもない力を私に与え、アイズさんがただの指輪に戻ったことで魔力の制御機構がなくなってしまった。そうなるとどうなるの。最悪この世界ごと時空の狭間で塵となって消えるってオチかな。どうすんの、異世界で塵になるとか絶対嫌なんだけど。ハッ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 ハ、心配は無用だ精霊たちよ。最後は私にいい格好をさせてくれ。何、先の時代を生きた者の務めだ。この空間が精霊の力で組み上げられた世界ならば、この手にある鍵は希望になりうる。開け大帝の剣よ。空間に亀裂が。こっちの世界では英雄アルゴノートがキーキャラクターだったってことか。さあ行くがいい。後世の戦士と異界の精霊たち、おのおのの生きるべき世界へ。私新しいお友達ができたみたいで嬉しかったし楽しかったです。天使かな。うむ、ベルやアイズはもとよりカサンドラやアルゴノートたちもみんな友達だ。こちらこそいろいろありがとうございます。奇妙な体験じゃったが良き出会いであった。感謝するのじゃ。皆さんお元気で。もう一人の私も皆さんと同じ気持ちです。じゃあ帰りますか。アイズ。ベルが起きたら伝えておいてくれないか。少し見ない間にお前すごくかっこよくなってたぜ。まるで本当の英雄みたいにってさ。うん、伝えとく。シド、みんなもう行ってしまったぞ。ああ、すぐ行く。じゃあ、アイズ。またな。うん、また。全員行ったわね。それじゃあ。おや？何を書かれているのですか、オルナ殿。最後の書き手のわがまま。
ここを出たら私たちのことを忘却するようルールを書き記した。なんと、それはひどい仕打ちだ。私の勇姿を後世に、それはもう伝えてほしかったというのに。そんなことかけらも思ってないでしょ。だってアルゴノートはただの喜劇だもの。誰かを笑わせる滑稽な物語、それ以上でも以下でもない。ああ、君が言うんならその通りなんだろう。語り部のオルナ。それに、なんだか私たちと縁が深そうな子が多かったみたいだし、あの子たちの物語のためにも何も覚えてない方がいい。私たちはあくまで過去の物語。彼ら彼女たちに影響を及ぼしてはいけない。そういうことですね。気にしすぎだと思うがな。どうせ遠い子孫であったとか、その程度のオチだろう。相変わらず資料が浅いドワーフめ。幻想の住人になっても呆れさせてくれるとは。やはり今日という日は役日だ。ああ、やかましいお前たちとまた肩を並べるとは思わなかった。つくづく腐れ縁というやつらしい。言ってくれますな。否定できないのがまた辛いところでありますが。でも僕は好きだったよ。この物語の世界が幻想に過ぎなくても、こうしてまた君たちと出会えたことが二度はない奇跡だと分かっているけど、またどこかで君たちと冒険ができたらいいな。私も。どうしてでしょう。ベルさんがさらわれてからの記憶がパズルみたいに一部一部飛んじゃってるというか、何かすごい人たちに助けてもらった気がしたんですけど。僕はずっと気絶してたからわからないんですけど、でもこれでいいんじゃないかなって思ってます。指導たちとまた会えたことはちゃんと覚えてますし。そうかもしれませんね。思い出せないってことは私たちにとって必要だったからなのかもしれません。ベル、何ですか、アイズさん。左手見てもいい？え、あ、はい。ごめんね。え？私もっと強くなるから。あとこの指輪、今度はしっかりしまっておくから。なんだったんだろう。もう会えないんでしょうか。ん？何がですか、カサンドラさん。終わってみるとあっという間で、夏美さんたちとはもう会えないと思うとなんだか寂しくて。え？私、そんなおかしなこと言いましたか？
ああ、違うんです。ただ。指導も、僕と同じことを思ってるんじゃないかなって。はあ、えらい目にあった。そう言うなって。あれはあれで貴重な体験だったと思うぞ。うむ、みんな無事だったしな。そりゃそうだけど、なんか気が抜けたっていうか。お気持ちはわかりますわ。お前、ベルたちの世界で俺たちといたくるみだよな。ええ、今回ばかりは素直にお礼を申し上げますわ、指導さん。あなたと唇を奪い合った時間、記念にさせていただきますわ。おい！主様、この女と何があったのじゃ？へいへい少年、私たちが苦労してた時に影の中で何してたわけ？違う！騙されるな！ただの虚偽報告だ！要件はそれだけですわ。これで私もようやく本体の元へ帰れましてよ。ではごきげんよう皆さん。したかったんだあいつは。お礼を言いたかっただけだったんじゃないでしょうか。指導さんとベルさんがくるみさんのお友達を助けてくれたから。ああ、本当にそうなのかもな。それより今回は私の意識が混濁してしまい、みんなに迷惑をかけてしまった。深く反省している。なのでお詫びの印として、お疲れの指導にマッサージを施そうと思う。どうしてそうなる？しかし、意識を失っていたからしょうがないとはいえ、ベルとお別れできなかったのは残念だったな。せっかくまた会えたというのに。シド、どうして笑ってるのだ？ああ、ごめんごめん。でもさ、ここまで来ると、また会えるんじゃないかって気がしててさ。ん？お前も、そう思うだろ？ベル。